集チャンネル。年収チャンネルの株本です。鈴木です。藤吉です。じゃあ引き続き、はい、お話を伺っていきたいと思います。はいはい、前回、まあ、僕がちょっと弁護士について本当詳しくなかったんで、はい、もう本当ゼロから弁護士ってどうやってなるのって話を聞いたりとか弁護士の業界っていうのを聞いたと思うんですけど、はい、弁護士に関わらない人生が一番ですからね、うんうん、はい。で次ね、弁護士のお金回りって、お金回りっていろんな話があると思うんですけど、はい、まず給料ですよね、はい、給料がどんなベースでどんぐらいのなんか給料体系が多いのかっていうところと、はい、もう一つは単純に弁護士に、まあ、民事とかでもいいんで、はい、お願いするのっていくらぐらいかかるのかって、まあ一応知っときたいなみたいな、ちょっと初心者質問になっちゃうんですけど、その二軸でちょっと聞いていきたくて、はい、でまずお給料からですね。事務所によって全然初年度の給与が全く異なっておりまして、うん、あ、そうなんですね。はい、前回言った大手の事務所だと最初から1000万以上おそらくもらえる、うんうんうん、だし事務所によっては多分300万ぐらいからの給与、うん、あ、そうなんですね。はい、もうちょっと下のところもあるかもしれないですけど、うん、でもそれこそピンキリですかね。ただ中にはやっぱり最近いろんな人がいるので、うん、いきなりこう自分で独立して始めてっていう、うん、逆に業務内容はほぼ同じなんですよね。その案件の種類が違うだけで、はい、もうでも全く違います。もう業務内容っていうかもう分野によってやることが全然違うので。あ、なるほど、はい、単純にその300万とかのところに行くモチベーションって何なんですか、はい、いろいろ学べるとか、それとも単純に受かんなかったからそこ行くとか、町弁としてこう、うん、地域の人の相談に乗りたいとか、うんうんうん、そういうモチベーションで行く人もいるし。なるほど、はい、そうなんですね。そうなんです。裁判に勝ったら勝率が高いからお願いが来やすくなって稼働率が高くなるから給料も上がるみたいなイメージになってます。今の時代はやっぱりいかに広告がうまいかというのも一つの、はい、なかなかねやっぱ口コミで増えていくお客さんとの限界があるので、うん、はい、おそらく聞いたことあるかと思うんですけど、うん、過払い請求という、うん、消費者金融に払いすぎたお金を取り戻そうというのが一時流行った時があります。はい、あれ儲かってそうでしたよね弁護士さん。もう下手すれば人によってはもう広告をぐるぐる回して、うん、もうそれこそ人生3回ぐらいやり直せるぐらいのお金を作った人もいるので、過払いなんて誰がやっても絶対勝てるんで、うんなるほど。大手だったら初年度から1000万で、はい、そこのまあ社員っていうんですか、社員っていうだけでそれからさらにずっと上がり続けるんですか。上がり続けて最終的には、うん、社員だとアソシエートという立場なんですけど、うんうん、それがだんだんこう経営者側のパートナーと言われる、はいはい、パートナーになるとやっぱりその人の能力とか、うん、そういったものによって収入が変わってくるとは思うんですけど、うんうんうん、中には億を超える人とかもいるんじゃないかなと、うん、この間言った4大事務所のパートナーまで行くと、うんうんうん、それぐらいの収入がある人はザラかなと、うん、はい、でも4大事務所のパートナーなんて人数で言ったら超少ないですよね。1事務所何人ぐらいいるものなんですか。100人とかいるんですか。パートナーだけで何十人かはでも、あ、でも何十人ですよね、はい、ってことは世の中の4大事務所のパートナーって100人ぐらいしかいないってこと、はい、それはもう本当に一握り、弁護士の中でも一握り要は給料が上がるのって何すれば上がるかって裁判に勝てばいいっていうわけじゃなくて、ちゃんとこう情報処理がしっかり正確にできてとか、そういうなんか当たり前のオペレーションを回せる人っていうイメージであってます。そうですね、うん、あとは、うん、こう人によって相談から受任に至る受任率っていうのは全然違くて、あ、そうなんですか、はい、まず法律相談から入って、うん、そこからじゃあこの弁護士に頼みたいなと、うん、いける人と、うん、これはもう能力によると思うんですよね。なるほど、はい、法律相談も一つの営業のようなものなので、うんうんうん、はい、そこが高い人がやっぱ給料上がりやすいみたいな感じ。そうです、やっぱ欲しいですよね、どんどんこう法律相談を入れると、うんうん、仕事決まっていく人にやっぱり経営者も送りたいと、うん、あ、そりゃそうですよね、はい。もう一個さっきその最初にお聞きしたかった、お願いする依頼料金って、はい、どんなものなんですか。全然見当ついてないんですけど。弁護士事務所によってタイムチャージを取ってるところと、うんうん、着手金報酬という形態を取ってるところがあって、うんうんうん、着手金報酬の場合は例えばですけど、うん、まあ、離婚したいと言った場合だと、だいたい一般的な事務所だと着手金が30万から50万ぐらいじゃないかなと、うん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 、でそれに財産分与とかでいくらもらったかとか、うんうん、離婚ができたかとか、うん、
新券が取れたかとか、うん、それによって成功報酬という、うんうんうん、例えば経済的利益の 15% いただきますよとか、うんうんうん、相手から200万取ったら 15% の30万は報酬です、うんうんうん、そういった形が着手金と報酬。なるほど、はい、タイムチャージはもうそのまんまタイムチャージで稼働時間に対して1時間2万円とか1万円とか、タイムチャージはあまり合理的でなくて、うん、まあね、事務所の能力が遅い弁護士に頼めば頼むほど金額が高くなるので、まあそうですね、はい、じゃあ例えば僕が YouTube のアンチコメントにめちゃくちゃ傷ついたって言って、はい、訴えたいってなったらどうなるんですかいくらで受けてくれるんですかまず、はい、あのコメントに対して開示請求をしないといけないので、これ Google 相手にやらないといけないんですよ、うん、そうすると英語の翻訳費用とかもかかってくるから、はい、全部で おそらく100万から200万ぐらいはうちだったら取ります。泣き負けしてもらいたいこといっぱいあるそっちが私の事務所はそればっかりなので、なるほどですね。いや、いろいろお話しました。最後ちょっとなんか YouTube やられてるってことで、はい、告知ぜひ、はい、まあリンク貼っておくんでね、はい、あの二番煎じと言われても、うん、もしかしたらちょっとチャンネル名、うん、今変えようかとか迷ってるところなんで、うんうん、どうなってるか分かんないんですけど、うん、はい、あの法律、身近な法律の問題とかを解決したりとか、うん、あとはこういう自分よりチャンネル登録者の多いチャンネルに出て、はい、乗っかってぶら下がっていくというので二番煎じと言われてもというタイトルにしております、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ年収チャンネルのアンチコメントは本当に辛いこと書かれたら僕が100から200万払って通信にかかりますか顔でかいちょっと傷ついたかもしれないはい、じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。美咲の一言。美咲もムサメロチャンネル始めようかな。